京都府第一区は1947年から1993年まで施行された日本の衆議院選挙区である。定員は5であった。中選挙区成果で日本共産党が複数候補を立てたことのある数少ない選挙区で1972年、1979年には2人当選を果たしている。小選挙区となった現在は京都府第一区。 京都府第2区に分かれている。第40回衆議院議員総選挙当時は、京都市の以下の行政区が区域であった。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数639,935人、投票率。 60.71%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数63万8668人投票率65.66%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数65万3446人投票率 56.07%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、65万4702人、投票率 53.、53.36%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行。当日有権者数、66万8875人、投票率、 61.86%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、66万8557人、投票率 55.、55.42%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、69万2838人、投票率、 60.09%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、72万3557人、投票率 60.、60.72%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、717。162人投票率 57.、57.61%。 第31回衆議院議員総選挙1月29日執行当日有権者数67万8799人投票率64.30%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数67万3627人投票率58.25%第29回衆議院議員 総選挙11月20日執行当日有権者数、638,361人、投票率 57.、57.61%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、人投票率。 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数。人投票率。第25回衆議院議員総選挙10月1日執行。当日有権者数。人投票率。第24回衆議院議員総選挙1月23日執行。当日有権者数。人投票率。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行。 当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。